るか、林のシュート、意地を見せた金沢、今シーズンの金沢初ゴール、今年も林正道。押し込んだ状態作れてましたんでね、まあ、クロス一度流れはしたんですけど、ここもしっかり小野原選手折り返してね、ワンタッチでここで混戦作りながら、もう一度杉浦選手からのこぼれたボールを折り返して、ね、ここのターン、あの得意なプレーですよね、林選手 ね、しっかりこれをボールキープしながら、相手がプレッシャーが緩くなったところを自分で反転してシュートってね、非常に素晴らしいプレーでしたね。意地を見せて2対1にしましたが、きりと決めた金沢、今シーズン初の先制ゴール、林正道、今シーズン2点目。素晴らしいカウンターでしたね、前向きで奪ったんで、石原選手このままスピード落とさずに自分で運ぶっていうところとスペース見つけて、そこに林選手走り込みましたし、はい、このクロスの場面ですね、ここでですよね、松本大輔の肘のあたりに当たりました、そうですね、まあ、コース自体は自分がこう狙ってるところのコースではなかったかもしれないですけどね、キーパーしっかり見て逆つきましたからね、流し込んでる感じですね。もっとサイドをつければっていうところの狙いはあったと思いますけど、キーパーしっかり、石原右足クロス、低いボール合わせた、奥田光也だ、移籍後初ゴール、しっかり高い位置で奪い返して、そこからね、一度林選手に当てて真ん中に相手を集めたんですよね、そこで開けたスペースをしっかり石原選手が走り込んでくる、でここもワンタッチで早いタイミングで、で中はもう奥田選手走り込んでますので、3人のこう林選手、石原選手、奥田選手の、ね、狙いというか、連携がね、シュッとはまった瞬間でしたよね、素晴らしいゴールですね。石原のクロスに奥田光也だ、後半もね、最短このカウンターがね、スピードを変えることができてたので、ここもしっかり冷静にね、石原選手のいいクロスですよね、キーパーとディフェンスの間、キーパーが出てこれないコースにボールをしっかり流し込んで、ここに奥田選手もね、ディフェンスを蹴り合いながらなので、もうちょっと離れてっていうところのも視野に入ってると思うんですけど、まっすぐしっかり入ってるね、ボールにしっかり合わせに行きましたよね。はい、石原間に合うか、石原決めてた、加藤純也が決めた、金沢4点目、このスタートからですよね、ここからまあしっかり競って、この収め方も非常に良かったですし、この入れ替わりも良かったですよね、はい、で林選手も前にスペースちょっとあってディフェンスも見えてると思うんですけど、しっかり石原選手のシュートに使いましたし、石原選手のスピードを生かしてね、あのキーパーとディフェンスの間しっかり入っていきました、ここで拾った、杉浦恭平来て押し込んだ、今日は5点を奪った金沢、変わって数秒、まあ、本当に再開してすぐの、ね、プレーで、ここでしっかり前でね、ここ一回奪われかけたんですけど、ここしっかりフォローしてね、このスルーパスですね、もう相手空いてますし、杉浦選手もそこ信じて走ってましたし、まあ、最後はね、冷静にキーパー今見て、ここしっかり見てね、かわすっていう技術の高さも見せましたし、はい、まあ、何より変わった選手がね、こう集中力しっかり切らせて、もう低い弾道、中折り返し、空振り、シュートくる、石原、決めてきた、先制ゴール、古巣に恩返しの一発、石原、鮮やかボレーシュート、まあ、まずいいファウルを取れたということと、まあ、しっかり藤村選手が逆サイドにいた孫選手を見れたというところ、まあ、仙台が2ラインを取っていたところで少し中島選手のミスも絡みながらですけども、やはり最初のコーナーキックでも話したようにセカンドボールは金沢の方がチャンスを拾えるというところの中でしっかり立ち位置を取っていた石原選手が、まあ、しっかりボールに対してミートすることと、このコースですよね、しっかり仙台のディフェンダーの間を抜けるようなシュート、素晴らしいスピードだと思いますね。今度は高いボール折り返し、決めてきた、セットプレーからの得点、林今シーズン3点目、追加点を挙げました。前半の18分、金沢が2点、
まあ、このコーナーキックの、ね、奪い方も非常に良かったですから、まあ、メンタル的にはカナダの方がかなり有利だったのかなというところで、まあ、孫選手のところ、まあ、先ほどの得点もそうですけどもしっかり強さで勝つというところ、まあ、そこがまず第一優先に仙台の方が弱かったというところは言えますし、まあ、カナダの林選手に関してはやはりしっかりゴールキーパーの林選手の前で反応する。松下あっとこれが引っかかった。そして藤村シュートループ気味、ここで決まって3点目。なんとあっという間の3点。まあ、仙台はね切り替えが非常に遅いですね、まあ、今のも松下選手のミスには見えますけど、まあ、出したところとしっかり後ろも立ち取らなきゃいけませんし、まあ、それを読んでいたやはり藤村選手はさすがです、まあ、その後の落ち着きですよね、まあ、しっかりゴールキーパーの位置を見ながらスペースを見てループシュートを打ちましたし、金沢の全体的なその読みの良さが出た、まあ、素晴らしいゴールだったのかなと思いますね。